こんにちは、愛子です。ご視聴ありがとうございます。はい、今日は7月の8日金曜日です。この動画ではですね、先日ハナリンオフィスに初めて行って、沖縄の節子さんの薬草お話し会に参加してきたので、その時のね、感想と、あとその時にね、やっぱりこう子育てに関して今本当真っ最中なんですけど、子育ての、やっぱりこういうことが大事だよなって思ったことがあったので、その話をしたいと思います。はい、まず場所がハナリンオフィスだったので、福島県白河市まで、ちょっと小旅行のような感じでね、日帰りで行ってきました。新幹線に乗って新白河まで行って、新白河から30分ちょっとですかね、歩いて行ってきました。で、その道中がね、私には本当に必要な時間だったなって思っていて、すごい自分と向き合えたんですね。またインナーチャイルドが全開になってすっごい対話しながら、そう、やっぱりね、家にいるといくら時間はあっても洗濯物畳もうとかご飯何にしようかなとかって思ってると、あんまりそういう時間って取れないんですよね。本当はね、意識的に取らないといけないと思うんですけど、そうなので、すごいそういう意味で良かったです。で、そのあたりはブログに書いたので、ぜひ読んでいただければと思います。で、到着しました。もうね、すっごい素敵な場所で、まず木の香り、うわーって入った瞬間、もうこれで十分って実際に思いましたね。そうね、そう、でもね、本当にお話し会も節子さんが素敵で、またね、なんかね、白いね、朝かな、自然素材のね、サマードレスこうね着て、髪をキュッとね、こういう風に年を重ねたいなって思いました。もうね、すっごい素敵で、で、もちろんね、その薬草のお話も草と対話をしながら、そのリズム、月のリズムとかを取り入れてやってらっしゃる。で、使ってるお水のことだとか、その土のことだとか、やっぱ沖縄って台風がねあるから海水がよくバーッと、だからこういう土の状態で、その中でも根を張るとかね、もうね、なんかね、もうすごかったです。壮大な話の中から、もう本当に草花一つ一つに本当魂を込めて、そう、もうね、本当すごかったです。で、一つ一つのね、説明も分かりやすくて、例えばシークワーサーは安眠にいいんですよとか、そう、コーヒーの花はね、新月と満月に咲くんですって。そう、すごくないですか。本当に本当にたくさん教えていただいて、で、いろいろね話していただいた中で、私がすごく印象的だった言葉は、植物が世界を救うとか、植物もね、もちろん他のことももちろんそうなんだけども、いい面と悪い面があって、いい面と付き合っていきましょうとか、道端のね、一つ一つのものがとっても大事、足元は全部宝物、半径3キロ以内が特に自分に影響してるのかな、そういう風に言っていただいていたり、自分とかね、家族のために作りましょうって、近くのね、草で酵素作れますよ、自分で作るのはね、本当に簡単ですよっていう風に言ってくださっていて、もう私も本当に自分の生活に植物の力を取り入れていこうって思いました。で、その後ワークショップっていう形で、こういうね、オイルをね、説明を一個一個丁寧に受けたオイルを、どれが自分に必要かっていうのをこう入れていく作業をやらせてもらったんですね。で、その時私が何を思ったかっていうと、やっぱり自然と、あ、どれ入れようかなって考えてると、家族のことを考えるんですね。例えば今次男が耳がね少し調子が悪いんですね。
クミスクチンっていうのはね、これがいいって言ってたなって思いながら入れたりとか、イライラとか歯にいいっていうのは、あ、これ私だなって思って、接骨草っていうのを入れてみたりとか、そうなんかね、やっぱり自然とね、家族のことを考えながら植物の力を借りてやりたいなって思ったんですね。で、そう思ってたら、そういえば最近私の周りでちょっと家族の調子が悪いから何かやってあげられることないかなって言ってる方がすごく多くて、私もね、今までも私霊気ができるんですけども、霊気とかって本当手当てね、お医者さん一択じゃないんですよ。例えば子供が体調悪くなった時に、もちろんお医者さんに行くことが必要な時もあるんですけども、そうじゃなくってね、やっぱり私たち親だったり近くにいる大人がやってあげられることってたくさんあって、ね、こう手を当ててあげることもそうだし、今回このね、薬草の力も知って、このオイルで私は本当にマッサージをたくさんしてあげようって今思ってます。だったり、そう次の日のね、重ね煮のね、お料理教室は行けなかったんですけど、そうまた私も学び直したいんですけど、重ね煮の力、以前ね、やっぱり助産院でね、私も習ったことがあって、そういう食のこと、この間私が習ってきた酵素玄米も本当に体によくってね、例えば重ね煮と酵素玄米、毎日じゃなくてもやる、で何かあった時に手当てをしてあげる、で薬草の力を取り入れてマッサージをしてあげる、こういう風にやってあげることがとっても大事だと思ったんですね。で、そう本当にね、子育て真っ最中なので、よく手をかけてあげるっていうのはこういうことなんだなって、こういうことが大事なんだなって改めて思ったんですね。そう、例えばね、子供に問題が起こらないようにあらかじめそうじゃない道を示すとかね、例えば問題が起こっても解決してあげちゃうとかね、そういう手をかけるじゃなくって、子供が本来の力、自分の力が発揮できるように、何かね、それこそ問題が起きた時にきちんと受け止めて自分で対処ができるようにしてあげる、そういうための手をかけるが大事だなって改めて思ったんですね。それが今言ったようなこと、私たちにできることって本当にたくさんあるなって、そう広くはね、まあ本当にいろいろあると思うんですけど、まあ全部やるってことじゃなくって、自分にね合ったものを見つけてそこをやっていく、それが子育てにとっても大事だなって改めて思いました。そこに手をかけてあげたいって思うと、やっぱりそれをね、やる私たちが元気じゃないといけないわけですよね。私たちがね、健康でなければいけないっていうことで、はい、ちょっとこじつけのようになってしまうかもしれないんですが、本当に私これ大事だと思ってます。女性の方のね、下着なんですけども、リンパをね、止めない、巡りをね、止めない、ちゃんと巡らせる下着できました。明日の府中のマルシェに持っていきます。明日マルシェでお会いできる皆様、楽しみにしております。よろしくお願いします。そして、そう、明後日ね、選挙ですね。いよいよですね。もう皆さん絶対自分の一票を大切に、自分のために、自分の直感でね、もう本当に自分を信じて入れましょう。明るい未来作っていきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。